ちょうちょう皆さん、こんにちは。シンクと申します。春休みが終わりまして、皆様どこか春休みに行かれましたかね？まあ、言うている間にね、もうすぐ、来週、私が撮ってる時には来週ぐらいですかね。にはね、ゴールデンウィーク、週末か！そうかそうか、週末か！週末にはね、ゴールデンウィークっていう期間になるんですけど、皆様どこか行かれるご予定はございますか？うち何もないんですよね。まあ、バタバタ出かける用事があって、実家の方まで上がったりとか、東大阪の方まで上がったりとかっていう用事はあるんですけども、どっか出かけるっていう予定がないので、まあね、時間があって行けそうだったらね、ぜひともね、ハードオフにね、マンディに行ったりとか、一応ゲオセールもあるんですよね。ゴールデンウィークのゲオセール、なんだったっけな。スイッチとかの中古ソフトが2個まとめ買いで500円オフとかだったかな？そういうのがあったりとかってするみたいなんで、まあまあ覗きに行くタイミングがあれば見に行きたいなと思ってるんですけども、まあ他にもね、いろいろね、行けてないとこともたくさんありますし、まああとね、普通に買い物も行きたいですし、そう、子供たちのね、服がね、そうなんですよ。サイズね、サイズダウンしちゃってきてて、ね、実はね、ないなぁと思って。ペラペラのね、今時期ぐらいに着れそうなペラペラの長袖の服がなかったり、まあもう最近暑かったり寒かったりするので、中途半端な季節だなと思いながら、ね、暑くなったなと思って、長袖から半袖に切り替えたらと思ったら、急に寒くなったりとか、まあよくあるので、ね、ちょっと羽織れる一枚、パーカーみたいなのがあったらいいなとかっていうのもね、見に行きたいなとも思いつつ、ちょっと季節の変わり目なんでめんどくさいですよね。私、基本的に春のスプリングコートみたいな、そんなおしゃれなもの持ってないんで、めんどくせえなと思ってるんですけども、皆様ね、どんな服装で今お出かけされてるんでしょうかね。常日頃家にいるからさ、そう、常日頃私はこんな格好でさ、家に過ごしてるからさ、そう、服装に関してかなりズボラなんですよね。そうそうそう、だからね、困ったね。まあ、ね、たまには服着替えてお外にも出ようかなと思っております。健康のためにもね。はい、ってことで今回はですね、前回もね、動画上げさせていただきました。ゲームインパクトさんの大阪で行われましたゲームインパクトさんのネスモス、200円のネスモスくじ残り3つ DS があるんですけども、そちらと3000円分のネスモスの福袋って言ったらいいのかな、そちらの開封をしていきたいなと思います。はい。いいものが入ってるのか、持ってないものがあったのかわかりませんけれども、ぜひぜひ最後まで、気になる方は見てっていただければなと思います。ではでは見やすい画角に行きましょう。レッツラゴー。はい、ってことで見やすい画角にやってまいりました。あとですね、これネスモスです。一つね、 DS じゃなくてね、ゲームボーイでしたね。まあそれはさておき、ネスモスとかでね、よくこのある袋さんあると思うんですけど、ネタネタ袋さんね、この開かないやつね、引っ張ってもなかなか開かないやつ、これなんですけども、周辺機器とか、コントローラーとか、その手のタイプのものはできないとは思うんですけども、このね、プレイステーション2ですね。このタイプ、あと Wii あったかな？とか、あと DS とかはいけると思うんですけども、のを開けるときに、若干爪がある方がやりやすいと思うんですけど、このね、ここの部分ですね。ここの部分がだいたいパツってなってると思うんで、爪当てて、クッてやると、簡単に開くようになるので、ネスモスのやつね、いつも開けにくいなーってなってる方、いらっしゃいましたらね、ぜひぜひこれ試してみてください。グーって押さえつけてやるとね、すげえ綺麗にスパンって切れてくれるんで、あと何回かね、クックーってやったらね、すんなり開いてくれるんで、大阪のゲームインパクトで私がこれやりだしたら、みんなね、こんな風に開けていただいてたのでね、ぜひぜひ、ご参考までに試していただければなと思います。ただ、箱とかはできないんで、その子だけ気をつけてください。箱とかのやつはできないですし、だいたいこの蓋がついてる、この溝に合わせて、ギーってやってるだけなんで、それ以外はあまりおすすめしませんよっていうことでございます。はい。ただ、結構すんなり開けれますよっていうだけです。以上です。はい。ってことでですね、ネスモスの200から出てきた子たちですね。残りの子たちでございます。はい。一番初めに出したのがね、どっちだろう？わかんないな。どっちか一番初め。
なるほど。こっちが一番初めに出したやつですね。一番初めに出したのがこの子でございました。わあ、落ちる。はい、DS 逆転裁判ですね。蘇る逆転かな。でございます。持ってたような気がするんだよな、これ。まあまあ、でもやりたいなと思ってたんで、なかったらなかったでラッキーだということでございます。続いて2つ目でございます。200円ですからね。こちらでございます。ヘイ、あー、テトリス。テトリスですね。持ってるし、最近めっちゃやってんな最近はよくやってんな。で、皆さんにね、言われたんですよ。さあ、これはね、初期版でしょうかっていうので見たんですけども、22なんでね、初期は確か00とかなんですね。 00A なんでね、残念ながら初期ではないのでね、通常のてんててててんててんって曲ですね。その違うやつがね、できたらね、欲しかったですね。さて、ラストでございます。ラストはこちらでございます。 DS ソムリエ、ん、合ってるよね、ソムリエでございます。これ知らんのよ、私チーク系だと思うんですけど、これ知らんのよ。ね、これ知ってる人、よかったらコメント打ってみてください。多分、ワインとかそういうのの知識が得られる動画じゃないかな、動画じゃない、ゲームじゃないかなってみんなで言ってたんですけどもね。まあまあ、DS ね、この手のね、このチーク系っていうのはね、すーげー出てたんでね。まあ多分、それで合ってるかなと思います。ではでは、本ちゃんでございますよ。こんちゃんでございますよ。はい、こちらですね。ネスモスの3000でございます。こちらをね、皆さんね、動画開封していきたいなと思います。ではでは、行きましょう。まず1本目はこちら。はい。はい。メタルオブオン、オーナー合ってるか、合ってる？メダルオブオナー、ヨーロッパの強読めん、なんだっけ、まあいいやでございます。ミリタリー FPS ゲームだそうですね。あの戦場へということで、へー、開けようか、開けてまた袋に直しゃいいこういう袋に入れられてるやつ、なかなかさ、袋から出さないからさ、知らんのだけど、私、この子、初めましてなんだよな。初めましてなんで、ぜひともね、こういう感じのゲームだよって、ざっくりした感じのこと書いていただけると大変嬉しいと思います。ネタバレにならん程度で。よいしょ。はい、こんな感じですね。よいせ。3000円だから1本700円ぐらいなんですよね。なんで、どういうゲーム？ FPS ゲームとは書いてたんですけども、メイン的にはどんなやつなんだろう？難しそうですね。あれなのかな？なんだろう。メタルギアソリッドとかさ、バイオハザードとかあったじゃない？あれとかを足して割った感じのゲームなのかな？どうなんでしょうね。ざっくり見ててもわかんなかったや。ということで、1本目はね、メタルオブオナーでございました。逆襲じゃあ逆襲じゃないな。逆襲だったらこっち違うな。強襲、わからん。ではでは、2つ目でございます。2つ目はこちらでございます。はい。お、スーパーパズルボブルですね。かわいい。かわいい。バブルボブルじゃない、パズルボブルの方ですね。かわいい、ありがたい。これはね、私知ってるゲームですよ。持ってないけど、パズルボブルはね、知ってるゲームなんで嬉しいですね。そしてさ、あれなんだよね。3000円の福袋はちゃんと袋に入ってんだね。そう、お高い福袋ってあんま買ったことないからさ、こういう、なんていうの、綺麗な対応されてるのが。すごいびっくり。よい、よいしょ。あ、かわいい。かわいいぞ。よいしょ。後ろ青なんだね。よいしょ。かわいい。パズルボブル。これやりたいね。私好き。あ、はがきも入ってる。私好きだわ。こういうの。なんかまたちょっと違うんだね。こんなキャラいっぱいいるんだ。知らんかったわ。
内容はね、そんなにね、しっかりした内容じゃなく、あれなんですけども、基本的にまあね、消していくだけのゲームなんでね。パズルゲームなんで。あ、これ嬉しいですね。ありがとうございます。これはいいね。やりたいですね。よいしょ。ってことで、2本目はね、スーパーパズルボブルでございました。では、続いて3本目でございます。3本目はこちらでございます。はい。はい。バイオハザード4ですね。これも持ってないはず。うん、多分持ってないはず。ラクーンシティから消滅。悪夢が再び蘇るということで、なんだっけ。この子守るんだよね、確かね。この子を守りながら、うろ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 移動してるのを、昔動画で見ました。はい。ニコニコ動画時代の時にね、ゆっくりで実況されてる方がいらっしゃって、それをめっちゃ見てました。めっちゃ上手い人のやつ。そう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 。よいしょ。こんな感じなんだ。よいしょ。バイオハザードはね、やったことないんよね。かっこいい！アポカリプス。こんな感じなんだ。名前なんだっけ？あの女の子の名前なんだっけ？出てこないかな？どこだろう？あ、この子、アシュリーだ、アシュリー。そうそう、アシュリー。かわいい。アシュリーちゃんを守りながら、みたいな。私さ、もうね、この子ね、スロットとかでしか見たことないんよね、もう。だから、それ以外だったら。まあ、そんな感じのゲームでございます。ね。知らんけどね、中身私。うん、いつかやる機会があるのかしら。サバイバルホラーゲームですね。はい。バイオハザード4でございました。ではでは、ラストでございます。3000円プレイステーション2の福袋、ラストはこちらでございます。はい。スターウォーズダブルフロント2。こちらもオンライン対応ですね。フロント2ってことは1があるのかな。戦いはクライマックスへということで、サーガ全エピソードを網羅かな、網羅したスターウォーズゲームの集大成、銀河に繰り広げられる、わからん通列、何通列、わからんわ、漢字が読まれへんかった、ちなみにこちらもオンライン対応なんですね。はい。オンラインめっちゃすげえな。オンラインが2人から24人までできるみたいですね。オンライン対戦実装はよ。今のご時世、プレイステーション2のオンラインができるかどうかは知らんけども。いや、できるようにしてほしいな。そうですよね。前回も言ったんですけどね。やれるようにしてほしいですね。プレイステーション。ソニーさん、お願いします。よろしくお願いいたします。いや、全然わからん。ちなみに、スターウォーズはね、映画もね、まともに見たことないんで、本当に内容知らないんですよ。そう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 。何出てくるキャラクターは有名だからさ、ね、聞いたことあるとかあるんですけど、内容全く知らないんですよね。そうそう。ダース・ベイダー、ダース・ベイダー合ってるとかさ、有名だから、ね、聞いたことあるよっていうあれなんですけども、あと全然知らんのでね、いつか映画見ないとなとは思ってるんですけどもね。はい、ってことで、今回はですね、ネスモスの200円残り出した、ゲームボーイと DS と3000円のネスモスの福袋開けさせていただきました。こちらは当たりだったでしょうか？外れだったでしょうか？でも個人的にはね、ここ以外は全部持ってないので、まあ私個人的にはすげえ当たりかなと。あとね、遊べるソフトあるしね、確実に遊べるソフトがあるんで、私は良かったかなと思っております。皆様はどうだったでしょうか？こちらの動画ね、良かったなと思いましたら、ぜひぜひチャンネル登録並び、高評価よろしくお願いいたします。いつもはゲームの実況や生放送をね、メインで遊ばせていただいてますので、ぜひぜひそちらも見に来てください。ね、良かったなと思ったら、ぜひぜひね、コメントもお待ちしております。また次回の動画か生放送でお会いいたしましょう。またね！バイバイ！